それでは、ボスの新しいワーペダル PW3 をチェックしてみたいと思います。ギターはレスポールを使います。まずは、ES8 のバッファーをオンにして、バッファーを通った後に、PW3 をつないだ時の音を確認してみましょう。これでも、いい音なんですけれども、バッファーをオフにしています。そうするとこんな風に、ちょっとこうマイルドになってガッツが出てきたような、まあこれが割と古くからある、ワウペダルのサウンドという風に、思ってる人が多いと思うので、まあそんな感じのサウンドが出せますよということです。で、次にモードを、今ヴィンテージモードで、弾いてたんですけど、リッチモードにしてみます。はい、ワウペダルっていう、ペダルをこう踏み込んだ時の音っていうのは少しこうローがなくなるのが特徴なんですけれども、まあ、リッチモードにするとその、ローがしっかりなるっていうのが、まあ、この PW3 のもう一つの、大きな特徴になっています。音の方は、まあ、まあこういうフレーズよりももしかしたらリード系のねサウンドとかの方が、ローが痩せないというか減らない感じっていうのが、いいというふうに思う人も多いかもしれません。はい、以上 PW3 のご紹介でした。